ラプターはロシアに発祥するバッドボールゲーム。中世の古文書においてもラプターについての言及があり、ノブゴロドのある発掘現場からは14世紀の地層からバットとボールが見つかっている。クリケットや野球、ラウンダーズ、ペサパンロー、ブランボル、イナなどと似ているところがある。以下、ルールの一例を紹介する。ラプターは古外で行う競技である。 フィールドの境界は平行なラインで示される。このラインのことをサロと呼ぶ。バッターはサーブされるボールを打って、できるだけ遠くへ飛ばし、フィールドの反対側のコンラインまで走る。可能ならば、フィールドのこちら側のゴーラドラインまで走って戻ってくる。守備側がランナーにボールを投げて、当たるとアウトになる。うまく走るとチームに点が入る。 制限時間内にできるだけ多く点を取れば勝ち。あるいは、すべてのプレイヤーが一度もアウトを取られることなく走ってしまえば勝ち。2003年に雑誌タイムズに掲載された記事によると、次に述べるようなルールが紹介されている。普通のサッカーのピッチの半分程度のサイズ、20X25 サジェニのフィールドで行う。フィールドには、守備側チームのプレイヤーが、計6人。 フィールド内に5人立ち、ピッチャー、サーバーが1人、攻撃側チームのバッターの近くに立つ。ピッチャー、サーバーは、攻撃側チームのバッターの方へボールを投げる。攻撃側チームは6人で構成される。各打者には10メートルのラインを越えるボールを打たなければ、ならない。チャンスは2回まで与えられる。バッターの打ったボールが10メートルラインを越える場合、ランナーたちは、 ピッチの反対側の端まで走ることができる。ランナーがピッチの反対側から戻ってくることができたら、一人に月に点が攻撃側に入る。一試合は一時間。前半と後半で守備と攻撃を入れ替える。ロシアの作家、アレクサンドル・クプリーンは、ラプターについて次のように書いている。この民衆の遊びは、最も面白く有益な遊びの一つだ。 ラプターに要求されるものは、知略、深呼吸、仲間に忠実であること、注意力、俊敏さ、足の速さ、うまく狙って、得点につなげること、強打力、そして、決して負けないという、粘り強く固い思いが。この競技には、怠け者と臆病者の居場所はない。ロシアのザシリトルライトと、イズベスチアによると、野球は18世紀に、ロシア系アメリカ人により、 ラプターから開発されたものであるという。役中、完全試合。公師交代を一回だけ行うルールにおいては、一方のチームが前半で取得ューる点数をすべて取り切ってしまうと、他方のチームの攻撃をするまでもなく、勝ち負けが決まる。AB チェツインド、P133、ABCDEFG チェツインド、P313 タイムズストリート、ペテルブルクエディションオクトーバー23。 2003より、孫引き。ポビッチ、チャーリー、ベースボールダイジェスト、18、レイクサイドパブリッシング CO、P57、一瞬0005から 609X ht、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.co.uk スラッシュブックス、id、イコール HC8 ダムバッジピコグラムイコール PA57&DQ イコール。 ラプター &HL イコール EN&、A イコール DZS にトフフトコップブームに&、サイコール X&、o イコールブックリザルト&、カラットイコールリザルト&、レスナムイコール 1&、ベドイコール 0CC096 アエワー、V イコールオネパゲ&、Q イコールラプター&、F イコールフォルス2010年7月8日閲覧。ポビッチ。 サーリー、タイム、130、タイムインク、P98、h t t p ススララッッシシュ b o o k s g o o g l e c ラッシ b o o k s id, イコール G07 はマジアンド、Q イコールラプターアンド、DQ イコールラプターアンド、HL イコール EN アンド、A イコール DZS にトフフトコップブームにアンド、サイコール X アンド、o e イコールブックリザルトアンド、カラットイコールリザルトアンド、 デスナブイコールナナベトイコールレイキュック6ブグ2010年7月8日閲覧ありがとうございます。